はい、それではシェンロン選手のインタビューを始めさせていただきます、はい、いよいよ明日対抗戦です、はい、そうですね、今の頂上決戦ですね。あ、今のお気持ちいかがですか。わあ、何が何でも大阪なんで、はい、不良のメッカは大阪なんでね。まあ不良のやっぱ喧嘩自慢の頂点を頂上決戦で決めるって大阪やから絶対負けられへんですよね。そのためにまあ努力せえへん僕もめちゃめちゃ仕上げてきましたし、はいはいはい、もう明日は必ず勝って大阪優勝して必ずもうあの最高のやっぱ日にしたいと思います。日にする、はい、分かりました、はい、前回ブレイキングダウン10で村田選手と対戦されてからどのように過ごされていましたか、うん、正直言ったらもう悔しすぎました、はい、自分の弱ささらに向こうの強さを正直に受け止めて、こんなんじゃ自分はブレイキングダウンで輝かれへん、ブレイキングドリームをつかまれへんと思ってほんまに努力しました。ほんであんなに瞬殺されて、はいはい、自分自身やっぱむちゃくちゃ悔しかったから、うん、絶対再戦したる、あいつに勝つまでには、勝つまではブレイキングダウンは終わられへんと思って、そっからもうものすごい自分の中でも心が燃えてる状態で日々過ごしてました、はい、じゃあ今日明日爆発させるということですね。爆発させます。もう自分の、はい、もう出せる力を全力で出して相手を叩き潰します。わかりました。YouTube の更新などが2ヶ月ほどストップしたりと、はいはい、やはりもう練習につぎ込んでたんですか。はい、はい、一応 TikTok も僕やってそれなりに稼いとったんですけど、はい、TikTok のライブももう正直もう試合前になって一切やめて、はい、全部練習、まあちょっとこうね熱とかあっていろいろあったんですけど、それでも自分ができることは全部やって、うん、もう今までやってない努力をしてきたんで必ず勝つ自負はもう持ってます。わかりました、はいはい、対戦相手の京介選手の印象を教えてください。まあ印象はあの子も必ず埼玉で、はい、絶対負けられへんっていうあれはあるかもしれないんですけど、こっちも同じ気持ちやし、はい、まああいつは必ずどつき合いをしてくると思うんで、こっちもやっぱ負けじと、でもやっぱねこの前と同じようにならんように、はい、そこはやっぱりもうブレイキングダウンは実力主義なんで、はい、強くなかったらダメなんで必ず勝つ戦い方をしていきます。わかりました。対抗戦第1試合目です。チーム大阪を引っ張るためには何が必要だと思いますか。はい、まず気合と必ず勝つことですね。わかりました。勝ったらやっぱり後ろに続く力大輔君、島道のもうエンジンがつくし、はい、だからここで負けてもうたらやっぱりね後ろにもこうプレッシャーも与えるし、だから一発目ってめっちゃ大事だし鍵握ってると思ってるんで、はい、ほんまに人生一度きり、はい、ほんまに男としてもう行くところまで行ったろう、行き切ったろうって思ってます。わかりました。明日楽しみにしております、はいはい、それでは最後ファンの方々一言お願いいたします。明日は変わった姿を見せれるシェンロンでいるんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは力選手のインタビューを始めさせていただきます。いよいよ明日対抗戦です。今のお気持ちいかがですか。いや、やったあいつバラバラにできるなって、あの気違いバラバラ思ってます。僕興奮します。楽しみですか。はい、楽しみです。わかりました。ブレイキングダウン9から少し期間が空きましたが、はい、どのように過ごされていましたか。いや、毎日普通にぼーっとして楽しく過ごしました。楽しく、はい、練習はされてきましたか。一応それなりに喧嘩の練習はしてきました。喧嘩の練習、はい、どんな内容でしょうか。喧嘩の練習です。喧嘩の練習、はい、わかりました。はい、今日に至るまでメカ選手と2回ほど乱闘してるんですけど、メカ選手の対戦、はい、印象をお伺いしてもよろしいですか。いや、ほんまぶっ飛んでる気違いやなと思うんで、まあ、とりあえず360度どっから見てもポテトヘッドやなと思ってます、はい、あいつとりあえずバラバラにしてろかなと思ってます。わかりました。でもメカ選手も、はい、あいつのかっこいい顔をボコボコにするとかっこいいと褒めてましたよ。いや、それは多分そのままやと思います。そのままだし、はい、分かりました、はい、チーム大阪が優勝するために、はい、明日の試合で何が必要だと思いますか。一致団結です。
あ、とりあえず大阪は多分ほんま大宮と違って、はい、もう気持ちが違うから、はい、もう大阪はそのよその地区よりも絶対一番、はい、一番じゃないとあかんなと思ってるんで見とってください。わかりました。以前朝倉未来さんの YouTube でチーム大宮の練習風景が見られたんですけども、はい、 あれを見てどう思いましたか？知れてるなと思いました。全然余裕です。余裕ですか？はい、わかりました。それでは最後に応援してくださるファンの方々に一言お願いいたします。いつも応援してもらってありがとうございます。絶対大阪、一番乗るんで見とってください。お願いします。それでは以上になります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは大輔選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ明日になります。今の意気込みお願いいたします。やっとやなって感じですね。はい、はい、楽しみですか？はい、楽しみです。わかりました。前回圭之介選手と対戦されてから強化した部分、はい、何かありますか？気持ちですね。気持ち、はい、強化してきました。わかりました。練習の方はいかがですか？あ、もうぼちぼちそれなりに、はい、やってきました。なるほど。対戦相手の金森選手の印象を教えてもらえますか？あー、なんかニコニコした子やなと思ってます。オーディションの時に対面したと思うんですけども、はい、他に思ったことはないですか？あー、それだけですね。あ、ニコニコしてるな。ニコニコしとんな思って。わかりました。対戦相手から以前 YouTube の動画で喧嘩なんだから練習しないで遊べよという発言がありました、うん、それについて一言お願いいたします。喧嘩ちゃうからね、こんな、うん、でルールあってやる分、ルールあってやる分やから、うん、その勝つように練習してきたっていうだけかな。はい、わかりました。それでは最後にチーム大阪の優勝へ向けてファンの方々に一言お願いいたします。大阪が勝って、全員勝って、全国で喧嘩一番強い地区どこや言われたらもう大阪やっていうことになるから、みんな見とってください。お願いします。はい、それでは以上になります。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではシモミシュラン選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、明日への意気込みをお願いします。楽勝なんでね。笑っちゃいますか？はい、余裕です。余裕ですか？はい、ウリタさんとの動画見たんですけども、はい、なんかチーム大阪は、はい、シモミシュラン選手があのマットに沈む姿を見たいというのを聞いたんですけど、はい、ほんまに全員ずっといじられてますよ。ほんまに全員埼玉、はい、全員埼玉、全ほんまにいてほしいです。はい、もう9対1でいいです。9対1、はい、わかりました。あと髪型がガラッと変わったんですけども、はい、どういった意図があったんですか？いや、あのシェンロンの命令です。はい、シェンロンが全員染めてこいって言ったんで染めました。あ、そうだったんですね。はい、パフォーナッツ選手染めてないですか？40代やから勘弁してくれ。あ、勘弁してとなったんですね。わ、はい、かりました。対戦相手の金城選手の印象を教えてもらえますか？はい、前までブロッコリーみたいなイメージだったんですけど、はいはいはい、それもなくなって終わりですね。終わりですか？はい、確かにドレッドみたいなのもしてましたしね、以前。はい、あ、なるほど。対戦相手から あなたの三日月蹴りは当たりませんという発言がありました。まあまあまあ、でも一周回ってそう思うんじゃないですか。何もしたことないから。どういう意味ですか？向こう素人じゃないですか。はい、そのみんな喧嘩自慢は喧嘩自慢でも、はい、曲がりなりにも勝ちたいから練習とかするわけじゃないですか。はい、あれ何もしてへんから思うんでしょうね。当たらないということですよね。はい、わ、はい、かりました。明日もじゃあ三日月蹴りで仕留める方向ですか？いや、蹴らんって言ってるんで。あ、わかりました。はい、そこは楽しみに。まあそうですね、あのじゃんけんグー出すでって言って出すやつと出さないやつがおるんで、あ、どっちでしょうね。はい、楽しみにしてます。はい、はい、ブレイキングダウン9とは違った戦い方をどのように見せたいと思いますか？多分何やっても目立つんで、あ、なんか強すぎて嫌われないようにちょっと手加減しながら、はい、はい、考えてやります。早く倒しすぎないように。そうですね、見せ場を作る。それだかペーパービューなんで、はいはい、YouTube に後々あんまり残らないんで、はい、瞬殺したらもう自分で首絞めるような話なんで、はいはい、自分でちゃんとそれだかを作るんですね。はい、考えます。わかりました。それでは大阪の大将へと勝利のバトンを渡すために何が必要だと思いますか？はい、まあ2勝以上ですよね。はい、そうですね。はい、まあ全然余裕ちゃいますかね。そう、江笠さんどこ出身ですか？足立区です。足立ですか？はい、埼玉って田舎でしょ正直。
足立区もちょっと田舎なんですけど、東京と埼玉で考えてください。あ、でもそうですね、東京と埼玉ですよね。田舎じゃないですか。東京と大阪で言ったらまあ都心じゃないですか。はいはいはい。その時点でも田舎に負けた終わりですね。あ、うん、大阪のプライドがあるんですね。はい、で埼玉で政治しますがでも嫌でしょ。そう、はい、だから無理です。じゃあ大阪が優勝ということで。はい、優勝します。わかりました。それでは最後にファンの方々一言お願いいたします。あ、秒殺します。あ、ごめんなさい、いや時間稼ぎます。すいません、時間稼ぎます。わかりました。それでは明日頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは爆音ナッチ選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ明日大将戦となります。今の意気込みお願いいたします。はい、意気込みは特にないですね。いつも通りやるだけなんでね。はい、特に何も考えてないです。特にいつもと変わらない生活はなかったですかね。全く一緒ですね。あ、全く一緒。はい、何も変わりないです。わかりました。ブレイキングダウン9から今回までどのような生活を過ごしていましたか。そうですね、はい、生活は何か変わったって言ったら、はい、僕去年のクリスマスに結婚しまして、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。おめでとうございます。はい、ブレイキングダウンに出て、はい、まあ、その絡みでね、出会いがありまして。あ、そうなんですか。そうそうそう、もうめっちゃ急な、ね、結婚だったんで。モテモテになっちゃったんですか。はい、もういきなり結婚したもんね。周りもみんなびっくりして。すごいですね、はい、やっぱそういうこともあるんでね。やっぱ今回結婚して一発目のブレイキングダウンなんでね、はい、まあ、そこは負けるわけにはいかんっていう部分はあるんですけど、はい、なるほど、そうですね。対戦相手のタイガ選手、どういった印象がありますか。まあね、なんか強い強いと言われてね、B ベットとかもオッズ俺の方が、ね、不利な状況で、なんですけど、何が強いかよくわからんし、以前やったね、あの中野港、はい、北関東の、あと横浜のアンドレとか、はい、僕倒しとんですけどね、まあ、それに比べたらもう全然話にならんと思うんですよね。あ、ちょっとでかいぐらいやから、もうサイズなんか無差別で関係ないし、はいはい、まあ、余裕ですか。余裕やね。わ、うん、かりました。はい、至近距離での打撃戦になると予想しております。はいはい、作戦などは特にないですか。ないです、芝生だけです。芝生だけ、わかりました。練習も特にされていないですか。7回ぐらいです。7回ですか、はい、いやでも非常に対照戦なだけあっても、うん、多分勝負のキーポイントになると思うので、うん、ぜひ大阪を優勝へと導いてください。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、それでは最後に応援してくださるファンの方々へ一言お願いいたします。大阪が頂上決戦制しますんで、応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。明日頑張ってください。よし。ブレイキングダウンイレブンは剣国のほか、メテオ、オニマルホーム、イシュラ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。